はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。今日は全国学習塾売上高トップ50の塾に対して新卒給与のランキングを発表していきたいなと思ってます。給与の額は学部卒で統一されていて、先生と呼んでいい職種を記載しています。給与の額に関してはリクナビ、マイナビ、ホームページの順番で調べています。リクナビに掲載されている企業はリクナビの数字をそのまま載せています。リクナビの給与欄の数字を信用します。諸手当の欄は合ってないようなものなので、無視します。給与欄に時間外手当と書いてあれば記載しますが、諸手当の欄に時間外手当と書いてあっても記載しません。見るときの注意点として、給与が高くても一律手当が高い場合があるんで気をつけましょう。給与が安くても基本給の場合がありますから、一概にランキングが低いからといってダメな企業とは言えません。星マークに関しては 1,2,3 で評価をしています。それぞれが給与の額に対してどれだけ明確に手当と金額を出しているかを一目で分かるようにしています。あまりにも情報が多くて一応チェックはしてるんですけど、間違いがあった場合は申し訳ないです。最後に念押しして注意しておきますが、安易に数字だけを見て判断しないようにしましょう。全国学習塾売上高トップ50の塾に関しては塾講師ナビさんを参考にしています。それでは参りましょう。
はい、いかがだったでしょうか。ちなみに本当にやりたいのはこれじゃなくて、リクナビとマイナビのデータを見るだけで各塾の離職率っていうのを計算する方法を今作っています。教育業界がホワイトになって先生を志望する人が増えたらいいなと思っています。内容が参考になった方は動画の宣伝と高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。